皆さんこんばんは葉っぱ大好き緑です今日もビデオブログ更新したいと思います今日は2017年6月28日です皆さんこんばんは今日はどんな1日でしたか私は今日帰宅がちょっと遅かったのですがお洗濯したりあと歌の練習したり色々してましたいよいよ札幌に行く日が明日の夜になりまして まだ準備が終わっていないので明日ちょっと朝早いんですけれども帰ってきてからまた準備の続きをし夜いよいよ家を出て札幌に立ちたいと思いますえっと先日 M3 のイベントの申し込みを済ませてきました M3 って皆さん知ってますか、えっと、は 音楽メディア同人即売会だったかなというイベントで年に2回東京流通センターで開催されるんですけれども、それが抽選になっていてで、秋に向けてのね、申し込みを済ませました。また当たっていることを祈りたいと思います。いろいろまたね、秋に向けても何かできたらなと思っております。 えっと、それから来月、またライブがちょっと増えそうなので、おそらくフリーライブになるかと思いますが、また決まりましたらお知らせします。あと、えっ、ー、と、カレーアバターアイドルユニットカリッシュの歌を歌っているんですけれども、その、えー、とカリッシュは今ショールームに、ショールームのイベントに参加をしています。交代で配信をしていまして、えっ、ー、と、 私は30日に配信する予定です。こちらも詳しくはツイッターアカウント、緑番長で見ることができますので、またお知らせいたします。あと、カリッシュもツイッターやってますし、あと、給食当番、ユニット給食当番もツイッターやホームページもありますので、もしよろしかったらそちらも覗いてみてください。そんなこんな、 明日もお天気持つといいな。ではまたね。みどりでした。バイバイ。